ででやっっぱ大事なんでね、ちょっとその前にどうもしす明日から11月になりますので11月のポイントも含めてになるんですがあのー、11月ってね本当に大事なんですよ。いや毎月大事って言ってますよ正直大事じゃない月なんてないんでね全部大事なんですけど11月はやらかすと来年に響きます。 2023年に。まあ、受験生とかもろに受験に響きますし、まあ、中2中1とかね高2高1とか、まあ、大学生小学生の方とかも響くんですよ来年に。だからちょっとそのために若干ね嫌なことというかちょっと厳しいことも言いつつ 皆さんにね、私が伝えたいことを伝えていきますので、よかったらね、最後までお付き合いください。で、今回もちょっと編集なしでいきます。テロップもついてないと思いますので、まあちょっと、あの、ペース、喋るペース早いなと思ったらね、あの、倍速下げてください。0.75倍速とかにして。で、遅いなと思う方はちょっと1.25とかね,ね、聞いてもらえたら嬉しいんですが、でまずですね、あの、特に受験生。ね、受験生の方に聞きたいことがあります。10月終わりました。1ヶ月ね、終わりましたと。振り返ってください。本気でやりましたか ?10 月。本気で。 あの、自分の胸に手を当てて聞いてみてください。自分自身で。本気でやれたかって。でそこで、多分、間髪入れずに、自信を持って、曇りなく、曇った気持ちが1ミリもなく、やれたって、やりきれたと思う方は、そのまま行きましょう。お疲れ様、よく頑張った。ね。それが自分自身で、やっぱり曇りなく言えるっていうのは、すごく、本当に頑張った証拠だと思う。 だから間違いなくこのままやっていけば伸びていくので自分を信じてまず、あ、ねプレッシャーもどんどんかかってくるから気持ちが病んじゃうこともあると思うんだけどもそのペースで、ね、間違ってないからやってることは何も間違ってないからこのペースで頑張っててください。で、えーまあ、ちょっとねこれは決めつけて申し訳ないんですがきっと、まあ、この動画を見てる方が関係なくもし全員にアンケートを取ったらそこを自信持って言えない方のが多いはずですきっと。 まあ私はもともとね自分もそうだったしで受講師の時に生徒を見ててみればそう感じるのでだと思うんですでその方に言わなきゃいけない今回は何をって言うと11月本気になれなかったら多分来年こけるよというか受験生はこけます冬にはい12月に本気になる冬休みね本気それは当たり前なんだよ受験も来月に迫ってくんだから受験が目の前に来てんのに本気になれなかったら伸びるわけがないもんで 周りはどん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 本気になっていきますどどどんどんどん頑張るそのスピードというかギアがどんどん上がって上がっていく自分が同じようなところでさこう例えばいるじゃないですか「ねえお,お,お同じだな」みたいな「俺はダメだなどうすか」みたいな言ってたやつが1週間2週間経った後に「あれ?」ってなんか違うとこに行ってるぞあいつみたいな置いてかれるよ簡単に。だから あのーまあ、来年に響くっていう話もしたんですけど例えばねこれは受験生だけじゃなくて、うん、年がまたぐとさ、まあ、もちろん学年は変わらないですけどやっぱり気持ち的には一新しますよね新しい自分になる感じがするじゃん2022か2023になったらさでなるんですよ実際生まれ変わる人はと思ってます自分の中でもその前の年がどんなにうまくいってても一回リセットなのリセットしてもう一回兜のを締め直さないと足元すくわれるから。 油断しちゃいいけないんだよ仕事もそうなんだだけどねだから、えーとまあ、生まれ変われるとだけども例えば2023年が明けたら頑張ろうっていう人いるんですよねまああれですダイエット明日から頑張るぞみたいなタイプの方ですまあ頑張れる方もいるんですけどでも多くの方が頑張るっていう努力しなきゃいけないタイミングを未来に未来の自分にどんどん負荷をかけていく人はきっとできないですだって今変われないんだもん頑張るなら今からでしょ間違いなく。 だから、2023年を、いいスタートを切りたいんだったら、まずは絶対その前の月の12月が頑張れなきゃいけないんですよ。でも12月っていうのは、そもそもプレッシャーとかいろんなものがかかるし、冬休みもあるから、テストもないんですよね。まあ前半にテストあるとかある方もね、いると思うんですけど、テストとかがないから、だれやすいんですよ。年末年始って多分シワスのね、せわしさがあるから、 ご家族もバタバタしてたりとかしてて、みんなが頑張ろうと思ってたのに、なんなん邪魔しないでよみたいなことが起こるんですよ。で、他人のせいにするんですよ、そうやって。で、ここでは起こってくる。だから、12月じゃないんですよ。11なんです。11月に本気、自分の中でちゃんと本気を出して、やりきったって言えれば、その方は間違いなく12月をうまく過ごせる。で、12月をうまく過ごせてるから、年明けね。もう確実にうまくいく。 その未来しか見えないでも逆もしっかりね11月をやらかすねまた10月のペース10月うまくいってなかったなって思う方が、まあ、同じまた来月冬休みあるしそこで頑張ればいいかとかね、まあ、テストもなんとかなんとかなっしゃみたいな感じでいつものまま行ったらまないつものままずっと行くんだよ2023も変わらねえって人はそんなに簡単に変わらないぞいいあと、まあ、これがねちょっと言い方がよくないかもしれないんだけどでも言わせて本当にここで踏ん張ってほしいから言わせてくれ 本気っていうのを甘く見るな。自分の本気っていうのをいい。自分の中の本気っていうのは自分でしか決められないんだ。もちろん、いろんな仕事とかいろんな場面では他人がそれをジャッジすることもある。みんなが本気だと思ってても周りから見たらそんな本気じゃねえぞって甘ったれんじゃねえぞっていうことだってあるわけだ。でも、勉強においては、まあ、塾とか行ってればさ、周りからね、こう判断されることもあると思うけど、基本的には自分で決めるしかない。だから、甘やかそうと思ったらいくらでも甘やかできるよ。 かんだけど。ね。甘やかすことができる。だから、そうならないんでしょう。そのためじゃ何をするか、最後にね。具体的に何をすればいいかっていうところなんだけど、11月、1ヶ月間あります。30日間あります。この30日間で、ワークでも何でもいいです。まあ、問題集でもいい。えっと、中1、中2の方は、まあ、テストの目標を立てて、その、テストの目標だと数字だけになっちゃうから、そこに、勉強量で設定して、必ず。英単語の量とか、必ず量で設定する。ページ数とかね。 その目標を立ててください。30日間でこれを絶対やりきるぞっていう目標です。で、それを立てたら、1ヶ月間でそれを終わらせるために、まあ1週間ごとに区切るのがいいかもしれない。一番はね。あと、あとは10日ごとに割ってもいい。10×3 で割ってもいいんだけど、1週間後にこのペースでやっていな、いかなきゃダメだよなっていう30日の目標を7日間に区切る。区切って。 で最初の1週間でここまで終わってなかったら間に合わなくなるよなってのを決めましたそしたらじゃあ今日はまず何やんなきゃいけないのっていう長かった30日目標を7日に中期で切って短期の1日に落としていく今日やるべきことは何なのってでそこで計算していったら長期でさよし目標を立てると本気で頑張るぞって時さざっくり立てるんだよねだから細かく計算していくといや無理じゃねみたいな 単語、先端語頑張るぞとかってね、言うのは簡単よ、そんなの。もう1日30でも終わんないんだよ。33で990なわけだから。できんのかいってそれが。毎日本当に。それが本気。で、それが本気でできるって思う目標を設定する。それをやりきってみ。11月終わった時。いや、もっとね、欲を言うとさ、5日前とかに、やべえ !11 月目標終わったってなってみ。めっちゃめちゃ自信持てるから、そうしたら。そうなってほしい。そうなったら、 12月、楽しい増やせに待ってるぜ、気持ち的に。前を向いて、すごい自信を持って一歩踏み出せる。そしてメリハリがつけられる。もちろん受験生とか勉強づけになるかもしれない。それでも勉強づけの中でリラックスするためが必要だから。その時のリラックスする時間がやることやってるしなっていう、もっともっとリラックス効果も高まっていく。いいことしかない。だから、11月、いいみんなの本気。みんなが決めるものだから。本気っていうのを決めて、ぜひ。 やりきってください。そのために目標を数字を使って決める。で、それを区切っていく。いいかいそうやって今日やるべきことを決めて、これをね、10月31日で見てくれてると信じてるので、明日、まあ、今日からやってほしいんだけど、明日まずね、今日か明日一歩目を踏み出してやっていってください。今日がね、まあくしくもハロウィンです。まあ仮装なんてしてる方は、ね、いないと思いますけども、仮装は仮の姿です。違うよ。みんなは本当の姿になるんだ。 みんな自身の本気で頑張った姿に仮装なんかじゃなくて、本気でその姿に変わる。その11月にぜひしていってください。ということで、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあ、またね。バ頑張って。